着替え。イーファの部屋は隣にとって。私の今のご主人。ああ、そうみたい。ジュエから。セカ君。え、なんで話。ごめん、イーファ、適当に済ませてきてよ。じゃあ、何か食べる。切らずにも程があります。あの娘、聖子様のご寵愛を受けようないで。え、そういう意味種があるからな。そういうの。そうじゃないですよ、聖子様。ベタボレですよ。別客に利用して。あわ、本当です。ユキにはわかります。主婦勢が人の心の何を知るか。様よりはわかっているつもりです。どうせ僕には女心なんと。苦労しますよ。Thank you.